したビーチ、ハトンビーチって本当に賑やかなんですけど、カロンビーチとかですね、そこよりもあれですカタビーチよりも本当に静かな感じがするところです。なのでこのナイハンビーチ、静かなビーチが好きな方は、このナイハンビーチをねお勧めいたします。あそこにホテルがあるんですけど、ホテルなんだかドワッとしたんですけど、まあ、すごく有名なホテルでね、あそこに泊まると本当にもうここすぐ来れますからね。なので、まあ、泊まるのであればそこにあるホテルなんてことかな、まあ、ネットで調べればすぐ分かるんですよ、ね、その場所だと。綺麗です、本当にね。ホテルがない方です。で、まあ、結構今人がいますけどね、実際の他のビーチに比べたら人は少ないかなと思います。割と落ち着いた感じの、ね、ビーチあります。ただこっちのビーチに関しては岩場が結構あるんでね、多分何となくもうちょっとそんなに後半が続かないって感じがしますね。向こうで、ここの先に後半が続かないって感じの方が、